みなさんこんにちは、夏太郎です。今日も一緒に料理を作っていきましょう。はい、ということでね、今日は新企画7日間の自炊の様子、4日目の様子をお届けしていきます。料理を作るところをほぼノーカットで撮影しています。はい、で、その料理の実況中継と、あとはところどころにゆるい感じで雑談も交えながらラジオ風な感じでお届けします。今日もちょっと長めですね。全部で24分の動画になっていますので、聞き流したり何かしながら見たりして、ゆっくりのんびり楽しんでいただけたらなと思います。はい、画面の中ではお鍋にお水を入れて火にかけています。まずはお味噌汁から作っていきます。今日はキャベツのお味噌汁にしようかなと思っています。あとは今日のメインとしては鶏そぼろの三色丼を作る予定です。はい、この企画では7日分の自炊の様子を7本の動画でお届けしています。1日目の動画では買い出しからスタートしていて、2000円分の食材を買っています。似たようなものを買っていただいて7日間一緒に自炊をすると節約もできちゃうかもしれないっていう動画になっています。はい、画面の中ではキャベツを洗ってざく切りにしてお鍋に入れていきます。料理の実況中継をしながらゆるい雑談を交えていく感じでやっているんですけれども、今日はゲストをお呼びしました。はい、ではお呼びします。彼です、どうぞ。こんにちは。こんにちは。ちょっと前に出した動画で彼のお誕生日をお祝いするっていう動画があります。で、また出てほしいというコメントをいただいたのでお呼びしました。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、で、彼に関する質問とかもいくつかいただいてるので、それも今日ちょっと織り交ぜながら二人でお送りします。もう、はい、はい、画面の中ではキャベツが切り終わってお鍋に入りました。そして顆粒だしを少し小さじ1杯ぐらいですかね、入れています。次に三色丼に使う人参を用意していきます。皮をむいて洗ったら千切りにしていきます。はい、じゃあここからちょっと彼についていただいた質問に2人でお答えしていこうと思います。まず、じゃあこれから馴れ初めについて教えてください。はい、友達の紹介です。で、紹介してくれた友達が彼の妹です。自分の妹から友達を紹介されるって、どう思ったんですか？うーん、妹からは僕の友達を紹介してほしいっていう依頼だったんで、まあ、お手伝いできればいいなっていう気持ちでしたね。お互い、その妹からお互いの LINE 受け取って連絡取り合うようになったんですよね。うん、
で、最初は彼は妹に頼まれた通り自分の友達を私に紹介しようとしてくれてました。うん、ね、そうね。でもなんか LINE してて楽しくなってきて、こうお互いに別に紹介しなくていいかみたいな、うん、そうね、感じだったよね。うん、はい、まあ馴れ初めはそんな感じです。はい、はい、じゃあ次の質問に行きます。彼氏さんとどのくらいの頻度で会っているのかとか、彼氏さんのために使っているお金とか知りたいです。はい、私たち今付き合って5年目になります。4年目まではちょっと遠距離でした。だからだいたい月1、うん、とかですかね、会ってたのは、うん、2ヶ月に1回、うん、で去年私が引っ越してきてちょっと近くなったので、ここ1年ぐらいは週1、2くらいかな、うん、くらいですね。はい、会えています。あとはその彼のために使っているお金がどれくらいなのかっていうことなんですが、1回のデートで数百円くらいですかね、うん、うん。で今こういう状況なんであんまりお出かけとかもしてないです。うん、でもまあ、こういう状況じゃなくてももともとお互い昼寝が大好きなんですよね。うん、もうね寝てばっかりなんですよ。うん、で、うん、ゆっくりお昼寝で休んだ後に気が向いたらまあ近所を散歩して、あ、そうですね、で、うん、コンビニ、バッティングセンター行ったりとか、コンビニ行ったりとか、コンビニ行ってアイス買って帰ってきたりとか、うん、っていう感じなので、うん、まあ数百円ですね。うん、はい、まあこんな感じで彼に関する質問に一緒に答えてみました。じゃあゲストさんは ここら辺までかな。はい、はい、どうもありがとうございました。おやすみなさい。あ、寝ていきます。はい、はい、はい、ということでね、彼にも少し登場してもらいました。昨日仕事がちょっと長引いて帰りが遅かったんですよね。なので寝起きで声もテンションも低めでしたね。はい、ここからはまた夏太郎一人でお送りさせていただきます。今料理を始めて8分ぐらい経ちました。今日はおかずだけじゃなくてお味噌汁もちょっと作り置きしているので、プラスアルファでちょっとお時間も長めのお付き合いになっております。どうぞゆっくりお付き合いください。はい、画面の中では人参の千切りがやっと終わりました。ちょっとここまでが大変ですかね。はい、でちょうど火にかけていたお鍋のキャベツにも火が通ったので、お味噌をここに溶いて味噌汁を仕上げていきます。はい、この料理の動画を7本連続で7日間アップする予定で作っています。1本目の動画を上げた次の日にこのアフレコを今録音してます。まあ初めての試みなのでやっぱ需要あるのかな、どうなのかなって分かんないでやってたんですけど、
1本目の動画が今思った以上にたくさんの人に見ていただけてます。でコメントもたくさんいただけてて本当に嬉しいです。ありがとうございます。もうねちゃんと全部読んでます。来た順古い順からなるべくお返しするようにしてて、なかなか最近ちょっと追いつかなくなってきてしまってます。でお時間かかっちゃってるんですけど本当に嬉しい気持ちで読んでおります。ありがとうございます。はい、画面の中ではお味噌汁が完成しました。はい、この後は今日のメイン料理ですね。鶏のひき肉の三色そぼろご飯を作っていきます。包丁とまな板は今日はもう使わないので洗ってしまいます。お野菜しか切ってないので今日も軽く水ですすいでます。見ての通りの小さなキッチンなので使わないものから順に片付けながらやっていくとやりやすいかなと思います。はい、そしたらフライパンを火にかけて人参から炒めていきます。サラダ油を敷いて炒めます。で今こうアフレコをしながら思うんですけども、このカメラのアングルっていうのが子どもの頃にこう料理をしていた母の隣でその料理を見てた時とその目線と近いんですよね。すごい似てます。私の家族は兄弟も多くて両親も共働きでした。でやっぱ母も忙しいのでその手伝うのが当たり前っていう感じで教わってました。働かざる者食うべからず、ご飯の準備手伝いなさいっていう感じですね。なのでよく頼まれてちょっとこれ隣で炒めててかき混ぜててっていう感じで簡単なものを任せてもらいながらその料理をする母の隣で見てたんです。はい、画面の中ではちょっと副菜にもう一品何か欲しいなと思ったので冷ややっこの準備をしてます。豆腐をパコッとお皿に出してでちょっと今日は余力も あるので生姜をすりおろしてのせて薬味にします。生姜はいつも冷凍庫で保存していてで凍ったまま使うときは皮のまますりおろしてます。なんかそうすると筋っぽさも気にならないし楽に使えるよって友達が教えてくれました。でチューブの生姜もすごい便利だし楽なんですけどやっぱりすりおろした方が風味はいいですね。はい、ちょっとさっきの話に戻るんですけどもその母の隣で小学生ぐらいの頃とかに料理を見てたのは結構経験として大きかったなって思ってます。包丁の持ち方とか野菜を切るときに左手でこういう風に押さえるんだよとかあとは野菜を炒めるときにも硬いものから順にこういう順番で炒めていくんだよとかそういう
こう料理の基本の部分を教えてもらったのはその時だったなって思います。母は料理がすごく好きなわけでもないし、あまり上手じゃないって自分では言うんです。でも小学生の間にカレー、お味噌汁、炒め物、チャーハン、この4つは作れるように教えてくれたなって記憶があります。この4つが作れたら応用すれば割といろんなものが作れるからって言ってましたね。はい、画面の中では人参に火が通ってきたのでお塩で軽く味をつけていきます。で、人参を炒め終わったらその次に卵でポロポロの炒り卵を作っていくのでその準備もしていきます。器に卵を割って、人参にお塩の味をつけるときついでに卵の方にも少しお塩を入れておきました。はい、4日目の今日はお味噌汁と鶏そぼろの三色丼を作っています。工程はすごくシンプルですね。1個ずつ材料を炒めていくだけなんですけど、やっぱちょっと人参に火が通るのに時間がかかったりと、ちょっと長めの動画になっています。もうあとでも半分は過ぎたのであとちょっとだけお付き合いください。はい、人参に火が通ったので別のお皿に移しておきました。で、フライパンは洗わずにサラダ油を少し足してこのまま炒り卵を作っていきます。炒り卵を作る時にはさえ箸を2膳使って4本の棒でこうわーっとほぐしながらやると細かいポロポロにできるんですけども、私は1膳しか持っていないのでなんとかそれでぐるぐるかき混ぜて細かくしていきます。こうフライパンの中をぐるぐるかき混ぜながらちょっと弱めの火で火を通していきます。で、半分ちょっとぐらい火が通ってきたなと思ったらもう火は止めてしまいます。あとはかき混ぜながらフライパンの余熱で火を通すといい感じの炒り卵になると思います。ちょっとこのフライパンは最近焦げ付きやすくなってきてしまってダメですね。ちょっとくっついちゃってますね。はい、炒り卵もできました。そしたらね、この炒り卵も一度お皿に出しておきます。洗い物はやっぱり少ない方が楽です。なので少なくするために人参の器の人参をちょっと寄せておいて隣に卵も入れておきます。はい、炒り卵をお皿に移したらフライパンは洗わずにそのまま使っていこうかなと思います。ちょっと私のフライパンはくっつきやすくなってしまってくっついてる部分があるのでクッキングペーパーで拭いてきれいにしていきます。はい、フライパンがきれいになったら最後にここで鶏ひき肉を炒めていきます。フライパンを火にかけてサラダ油を少し入れますね。そしてひき肉もポロポロになるようにこう崩しながら火
火を通していきます。はい、このひき肉を炒めて味付けしたら今日は完成になるので、もうあと少しですね。はい、あと数分だけお付き合いください。はい、またちょっとさっきの話に戻っちゃうんですけども、料理を誰かがしているところを見ているだけでも、なんていうんですかね、基礎知識ってなんとなく身につくと思っています。よくコメントでもいただくんですよ。今はまだ中学生とか高校生とかで、一人暮らしするようになったらその時にも自炊を頑張りたいんですって。ほら、そういう人はご家族の方でどなたかお料理される方がいたら、その隣でなんか簡単なお手伝いしながら見ておくとか、あとは料理動画とかも手元が分かりやすくて、説明とかもして美味しそうなものを作ってくれる YouTuber さんいっぱいいるので、そういうの見ておくと自分が作るようになった時になんか助けになることがたくさんあると思います。私も YouTube をよく見るようになったのがここ 1,2 年なんですよね。で、料理の YouTuber さんもよく見るようになってから、やっぱりレパートリーとかも増えてきた気がしますね。よく見てるのは、誰だっけかな、バズレシピのリュウジさんとか、コウケンテツさんとか、あとはハルアンちゃんのレシピ動画よく見てます。スーパーで安く買える食材を使ってる料理も多いですし、真似もしやすかったりするので、で、動画自体もすごく見やすいのでおすすめですね。はい、画面の中ではひき肉に火が通ってきたので味をつけていきます。鶏そぼろご飯の時は私いつも砂糖醤油で味をつけることが多いんですけど、今日はちょっと気分を変えて白だしをベースにしてみました。で、私自身が味付けの調味料の分量をきちんと測らない目分量人間なので、動画でもちゃんとしたレシピはお伝えできずちょっとあれなんですけど、味付けはなんか結構適当でもいけます。なんかとりあえずちょっとずつ入れてみて、あとは味見しながらなんかこれ入れたらいいかもっていうのを足してくってやると失敗が少ないかなと思います。で、今画面の中では味見してみて、なんか旨味というか甘みも欲しかったので砂糖を少し足しました。はい、あとはこれをご飯の上に盛り付けていけば今日のご飯も完成です。今日も一日お疲れ様でした。美味しくいただけます。見てくださりありがとうございました。